皆さんこんにちは、キスケです。本日動画の後半部分になるんですけども、まだ前編見てない方は前編を見てから、この動画を見ていただければなと思います。後半ではドラゴンボールスーパースーパーヒーローのネタバレありでちょっと感想を喋っていこうかなと思うので、まだ見てない人は見ないでくださいまだ見てない人はマジで見ない方がいいと思います。ただまあネタバレ全然気にしないよっていう人は、ご自由になさっていいんですけども、まあ基本的には見ないことを、お勧めします。今のうちに戻って、映画見てからこの動画を開いていただけたらなと思います。で、今回ネタバレありで喋っていくんですけど、早速ぶっこんでいきましょう。ラスボス、この映画におけるラスボスのキャラクター、みんなどうでした？みんなどうでしたか？個人的にはそこだけがちょっと残念だったかなって思います。全体的に見るとめちゃくちゃいい映画に仕上がっとったんやけど、その肝心のラスボスがちょっとだけまあ魅力に欠けるというか、いろんな理由があってね、魅力に欠けるなと思ってしまいましたね。ということで、ほんまにネタバレありで喋っていくんでね、戻るなら今のうちなんですけど、あのキャラクターが復活します。まあ正式に言うと復活ではないんやけど、セルが、はい、セルがね出てきますまあそうね、まあ厳密に言うとそのセルの複製みたいな形なんですよね。で、正式名称がセルマックスセルマックスっていう名前で、ラスボスとして登場します。で、ビジュアルで言うと第二形態セルなんですよね。第二形態セルで、普通のセルより大きくて、もう4倍ぐらい大きいです。うん、もうご飯が一拳で収まるぐらいの大きさになってて、で、尻尾がその鉄球みたいなのついてるんですよね、イボイボので。全体的に赤みがかった、セル、第二形態セルが出てきます。これはね、まあ途中まではおおって思ったんですよやっぱり来るのかと。結構噂されてましたよね、セルが復活するんじゃないかっていう噂がめちゃくちゃ出とって、実際セルが、まあ、復活っていう形ではないんやけど、新たに作り変えられて出てきたっていう形なんですけど、結構序盤の方でね、名前が出てくるんですよね。あのセルマックスはどうしたっつって、完成したのかみたいな感じで言われるんですよ。おいおいマジかよ、序盤からぶっこんできたなとは思ったんですけど、まあ後半、映画の後半に、復活しちゃうわけですよ。ちょっとあれがあってね、いろんなことがあって復活するんですけど、ちょっと残念だなと思ったのが、喋んないんですよねセル喋んないんですよ。まあセルマックスか、セルマックスと言いましょう。セルマックスが喋んないんですよ。おたけびだけ、その怒った時のブロリーみたいな、感じ、もう本当に喋らない。うわーとかうーとか、そういう声だけなんですよ。で、声優はもちろん若本さんです。はい、セルの声優といえば若本さんですよね。そのスタッフロール流れてきたりとか、あ、これ若本さんやって、まあ聞いたらわかるんですけど、その喋ってほしかったなって思うんですよ。で、皆さんのセルのイメージってどんな感じです？僕のセルのイメージはちょっと紳士で、ちょっと頭を使って、その今までの敵とはなんか雰囲気が違うみたいな、シュッとしててかっこいいみたいなイメージなんですよね、僕の中だと。ただ今回出てきたそのセルマックスっていうキャラクターはもう暴走した化け物ですよね暴走した化け物、なんか別にセルじゃなくてもよかったっていうイメージがめちゃくちゃ大きい。うん、そのどうせやったら、どうせセルマックス、まあセルっていう名前を使うのであれば、セルらしさをちょっと見してほしかったなって思うんですよ。で、
序盤に言った第二形態の状態で出てくるんですよね。これってみんなちょっと期待しません？僕は期待しましたよ。第二形態スルで出てくるってことは、ほーっと、なるほどなるほどと思ったわけなんですけど、そのまま第二形態スルのまんま死んじゃいます。倒されちゃいます。はい、ちょっとそこがね、って感じだったかな。やっぱりどっちかというと、なんかセルっていうよりバイオブロリーに近い形です。うん、もうブロリーとは完全別物みたいな、セルとは完全別物で、姿形は、まあ、第二形態セルなんやけど理性完全なしみたいな。でも尻尾鉄球になっちゃってるから吸収できないんですよね。これ吸収できんのかってずっと見ながら思っとったんやけど、まあ、結局は吸収せずに、第二形態セルの形のまま倒されて終わるっていう、そういう形になります、この映画はね。ただ、その倒し方であったりとか、その最後の技につながるそれまでの過程であったりとか、そういうところはめちゃくちゃ良かった。うん、いろんなキャラクター、まあ、ちょっとキャラクター欄見ていくんですけど、こちら見てもらったら分かる通り、こんだけ出てくるわけですよ。でこのキャラクター一人一人が活躍して、第二形態セル、まあ、セルマックスですよね、セルマックスに隙を作ってとどめを刺すっていう、そういう映画なんですよね。そういう映画だったんですけど、そこは良かった、めちゃくちゃ、うん、一人一人活躍しますからめちゃくちゃ良かったんやけど、セルマックスがちょっとな、残念やったな。正直ね、正直そのラスボスとしての魅力が、まあまり感じられなかったっていうのはぶっちゃけた感想。うん、ただそのそれまでの流れ、とどめを刺すまでの流れであったりとか、とどめの刺し方であったりとか完璧なんですよ。めちゃくちゃかっこいいんですよ。だからそのセルマックスのちょっと魅力のなさもう許せちゃって、めちゃくちゃなんか見終わった後の満足感がすごいっていう感じになるんですよね。だから冷静に分析すると、ちょっとセルマックスはぶっちゃけちょっと残念だったかなっていう感じかな、正直な感想ね。もちろんこれ個人の感想やからね、セルマックスが好きになりましたっていう 人は絶対いると思うし、そういう人にはほんまに申し訳ない、ほんまに申し訳ないけど、一個人の感想としてはちょっとセルマックスに魅力が足りなかったのかなって思います。はい、それが不満点1。不満点2、マジで悟空とベジータは空気。これはね、ほんまに覚悟して見た方がいいと思います。まだ見てない人はね、まだ見てなくてネタバレ OK っていう人向けに言うと、悟空とベジータはもうマジで活躍しない、ほんまに活躍しない、この事件に関わってすらないっていう、そういう状況です。なので悟空とベジータちょっとは活躍するんじゃねみたいな、その戦いに参加するんじゃね、ガンマ1号ガンマ2号と戦うんじゃねって思ってる人は、ちょっと厳しい結果になるかな。うん、悟空とベジータはほんまに活躍しないっていうのは言っときます。ほんまに活躍しない、何もしてない、その悟空とベジータがトレーニングしてるだけっていう、そういう形です。はい、ただまあなんていうかな、そのサービス精神か知らないんですけど、ビルスとかウイスとか、悟空ベジータブロリーとかね、そういうのは出てくるんですけど、まあ活躍はしないよね。うん、ブロリーに至っては戦ってすらないっていうね。びっくりしちゃうよねちょっとね。うん、まあそんな感じかな。ただ逆に、このキャラクター活躍すんのっていうキャラクターが俺の中ではあった。それがクリリン。クリリンめちゃくちゃかっこよかったよ、マジでめちゃくちゃかっこよかった。でクリリン2つの技しか出さないんですよ、2つの技。まあ多分想像つくと思うんやけど、紀炎山と、太陽拳、この2つが超かっこよく書かれとって、めちゃくちゃ満足。めちゃくちゃ満足。まあネタバレありの動画の方、今のこの動画の方はもう劇場見に行ったよっていう人多いと思うんやけど、クリリンめちゃくちゃかっこよかったよね、すごく良かったです。
で、ゴテンとトランクスに関しても、まあこのポーズしてるからね、失敗してるけど、フュージョンしてゴテンクスになるんですよ。で、ゴテンクスになるんやけど、まあ見てもらったら分かる通り、失敗した状態で最後まで行くんですよね。で、成功しないんですよ、この映画では。ただ、その、ぽっちゃり状態の、ゴテンクスでも活躍したというか、うん。だからほんまに一人一人活躍して、すごくいい映画だったんじゃないかなとは、うん、思いますね。個人的にクリリンが活躍したのがマジで感動的やったわ。マジで感動的やった。で、この映画見るまでね、何者なんやと思っていたガンマ1号、ガンマ2号もめちゃくちゃかっこよかったんで、すごく好きになれるキャラクターですよね。うん。まあ、これ以上は言わないんですけど、まあおそらく今後の映画にも出てくるんじゃないかな。ガンマ1号、うん、っていう形ですかね。はい。で、まあネタバレありなんで喋っちゃうんですけど、そのピッコロの最新形態とご飯の最新形態についてちょっと喋っていきたいなと思うんですけど、どうでしたか？ピッコロの最新形態が、まあ、ピッコロ自称なんですけど、オレンジピッコロっていう、形態になりましたよね。ちょっとなんていうかな、ほんまに悪魔みたいな、フォルムになって、肌がオレンジになって筋骨隆々になるっていう、すごいごつくなるんですよね。それで戦っていくっていうシーンが、まあ、あるんですけど、でご飯はあれ名前出てないですよね。なんて呼ばれてるんでしょうか、あのご飯は。ちょっとね、名前がわからないんですけど、やっぱりまあセルマックスっていうね、セルの偽物が出てきましたけど、複製が出てきましたけど、セルとご飯ってもうほんまに因縁の対決なわけですよ。偽物やけどね、偽物やけど、でやっぱりもうセルとご飯の対決大好きな人多いじゃないですか。で、あのブチギレシーンですよ。あれはね、もう拍手しそうになったね、映画館で。やめましたけど。うるさいからね。そのまあ背景にね、赤いラインがプシュッと入ってブチギレて、ご飯が最新形態になるっていう、あれはなんて呼べばいいんでしょうかね。身勝手でもないよね。あれ一応髪の毛の色とか眉毛の色がその白っぽく、まあ銀に近いかな、銀に近い、その身勝手の極みのような、髪の毛の色になって、髪型がそのセルを倒した時の第2スーパーサイジン2の状態の髪の毛になるんですよ。ちょっと尖りすぎやろうとは思ったけどね。尖りすぎやろうと思ったけど、めちゃくちゃかっこよかったんで、そこは文句なしだと。で、目の色もちょっと赤みがかって、なんか怖くなるんですよね。目つきがいかつくなって、めちゃくちゃかっこよくなるんですよ。あれは何なんでしょうか。まだ名前出てないよね。てか、公開1日目だから、名前出てなくて当然かなとは思うんですけど、だからチラッと見たらファイナルご飯とか身勝手のご飯みたいな、ツイッターで調べてみたらね、チラチラって出たんですけど、まあ名前はまだ出てないんで、まあ、最終形態ご飯みたいな、形で今回の動画を呼ばしてもらうんやけど、とどめの刺し方がマジで良かったね。うん、どうやってとどめ刺すんかなって思ったんですよ。やっぱりセルとご飯やったら親子カメハメハでとどめ刺すんかなみたいな、ピッコロとご飯の師弟カメハメハみたいな、感じでとどめ刺すんかなと思ったんやけど、いやでもまあ悟空とベジータなんかどっかでトレーニングしてるだけやしなって思いながら見とったら、まさかの魔漢光殺法でとどめを刺したと。これがねマジでよかった。マジでよかった。でとどめのシーンもあれオマージュですよね、おそらく。違うかもしれんけど、僕はそう見えたんやけど、あのラディッツ戦のね、悟空がラディッツ抑えてピッコロが魔漢光殺法で貫くっていう、あのシーンがおそらく今回の映画のラストシーンに起用されてるんじゃないかなと思うんですけど、ピッコロが、セルを抑えて、セルマックスを抑えて、最終形態ご飯が魔漢光殺法で貫くっていう、弱点を貫くっていうとどめの刺し方やったんやけど、めちゃくちゃ良かった。すごい良かった。アコの CG やばかったよね。
空間歪みすぎやろっていう。ピッコロ涙目の魔漢考殺法をぶっ放したんやけど、あのシーンでもう全部持ってかれたね。うん、セルマックス完全体にならへんのかいって途中思っとったんやけど、もうこのシーン見たらいいやっていう、うん、形になりましたね。だから総評すると、賛否両論はあるかなって思うわ、ぶっちゃけた話。やっぱり CG がどうしても苦手で違和感が出てしまうっていう人は苦手でしょうし、セルマックスが受け付けないっていう人もいるでしょうし、ゴテンクス完全体にならへんのかいっていう人もいると思うし、悟空ベジータ何してんのっていう人もいると思うんですよね。だからまあ賛否両論にはなるかなと思うんですけど、個人的にはもうすごく良かった映画だと思います。うん、個人的には大満足、大満足。ただまあ不満点もあるよねっていう形にはなりましたね。はい。まあ敵キャラの魅力としてはやっぱり前作のブロリーの方が、うまい描き方をしてたのかなって思うんですけど、こっちはこっちの、 その家族愛であったりとか、いろんなキャラクターの活躍であったりとか、そういうところが見れる、久々のご飯とピッコロの活躍が見れるっていう点ではもう100点満点だったんじゃないかなって思います。ということで、ここまで見てくれてる人でまだ劇場に行ってない人はいないでしょう皆さんの感想をねコメント欄にどんどん書いてっていただければなと思います。よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは良きドラゴンボールライフを。バイバイ。